とりちゃんです。けいちゃんです。いくちゃんです。僕たちの遊び場、今回は卒業シーズンということで、また卒業アルバム企画やりたいと思います。いいよ。前回はね、僕幼稚園、小学校、高校は出したんですけど、みんなに本当に見せたかった黄金期の中学校のアルバムがようやく見つかったんで、お母ちゃんが出してくれた。お母ちゃんに見つけてくれた。お母ちゃんがちょっとこれ腹立つわ。生きてますね。見てください、この引き体腹立つわ。クラスに一人はいたじゃん、筆記体うまいやつ。で、なんか裏いじめられてたもん。いや、いじめられてないよ。高いじゃん。すげえ悪口だね。すげえ。普通は本来このね、フリースペースで終わるところを、自分がモテすぎちゃって、こっちまで行っちゃったみたいな。これ見て。おお、すごいおしゃれ。これめちゃくちゃ、はい。どこがイケメンな、お前。いや、これ、ね、健介君。病弱やん。いや、病弱じゃないやろ。寝癖違う違う、誰が寝癖。違う、これね、うちの中学校厳しかったのよ。頭髪検査とかが。耳かかっちゃいけないとか。お前ギリギリまで来られた。ギリギリまで攻めて。ここが一番重要な。この全体写真。ここのシャシャリ。うわ、でもここもまだ病弱やな。誰が病弱やあ、これもほら、こういうのでもちょっと出ちゃうじゃん。この俺の立ち位置が。立ち位置が、はいはい、こちらです。うわちょっとシャシャっとんな。シャシャってます、ね、これも何がおもろいと思ってんの。ほんまに。なんでカタカナでいいしてるの。じゃあ、いいじゃねえよ。いいじゃないですか。足も腹立つし、なんか。このやっぱこの頃からバランスは悪かったよな。胴長のやつがちょっと出てんねんな。お前絶対腰パンした赤人間やもん。おい、失礼だ。足長いんだよ、それなりに。ほら、あとこれね。僕、学級委員長だったからさ。うわ、もう先頭に来ちゃうんですよ。お前、基本的に目怖いで。写真写るやん。てか、これブレてない、なんか。俺、見た感じ、3人は目つぶってるで。これ、バスケ部。バスケ部だったんですよ、僕は。うん、バスケ部に、まあ、モテるやつが2人いたのよ。おお、俺と、この田中直樹ってやつ。あー、なんかいい子そう。そう、田中直樹って、あのココリコと。違う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 。田中直樹そのいじり散々したん。あ、本人に散々したん。で、ちょっとイケメンで髪も長くて、すげえ人気だったんだけど、もうバスケに本気になっちゃって、坊主にした日があったの。人気学校中坊主にした。だからちょっと頑張って伸ばしてる。今これ今ね、ほんまや、3年の時には多分ちょっと伸ばしてる。で、院長とかもやってたから、これパーッと見るとめちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ書いてますね。なんだろう、うん、攻撃は最大の防御。いや、先生や。先生や。なんだろうな、シャシャってるやつ。先生や。先生や。モテるためなら手段を選ばない、それが高橋健介。そうだったね。そうでしょ、何してた。手段やってた。でも、すいません、見ました。こんだけ書いてるけど、よう見たら失笑の嵐、師匠の竜巻、頑張ってください、師匠。やっぱお前変わらへんねん。めっちゃ滑ってたね。いやいや、滑ってないよ。滑ってるよりこれ多分ひどいね。やっぱ後輩、俺のことあんま分かってないんだね。いや、やっぱ後輩やからこそ分かってたみたいな。でも中学の卒業式で、この中学校一伝説を残して、大体さ、先輩から名札もらったりさ、ボタンもらったりあるじゃん。ボタンあります、あります。もう後輩から取られすぎて、家の鍵しか残んなかった。すっぱだから。いや、違うね。そう、大体一定の常識あるだろ。あ、ほんまだからそのカラーとかあるじゃん、はい、学ランの、うん、それとかも取られて、もうちょっと喜んでよ、俺が持ってたことに対してさ。でもそれ失笑されてんねやろ。失笑じゃない。いや、失笑の嵐本領発揮しましたね、今。なんかこの子すごい含んでる。小学校から同じだったけど、話したのはこの1年だけだったね。かなり楽しかったよ。高校行ってもまたみんなで遊ぼうぜ。絶対遊んでない。遊んでない。斎藤ちなみに斎藤とは一度も遊んでない。おい、俺は毎回その3年間のピン、ピンポンみたいな。あれ、なになになに、どうしたん。こんにちは。もう終わって。おお、どうもどうも、こんにちは。いやいや、なんかやってるなって聞いて来たんですけど。俺ら卒業アルバムのさ、話してたんだけど、卒業関連の話があるんだったら来てもいいけどさ。なるほどね。あんの。あるよ。あんの。あるよ。アルバムないや。いや、携帯だよ。すごい触るじゃん。ちょっとやめて。え、ちなみにここは、ちょっとあんの。ここ、あれ、実は、僕、ジュノンボーイなんですけど。あ、リュウギもジュノンボーイなの。イクミの方が先輩なの。先輩なんですか。24代で。マジで25代。25。あ、すいません。1個あと。まだお二人ともそんな仕事もしてない頃。うん。覚えてます？何？うどん怒ってくれた。ははは、怒ったわ。オーディション行って、帰りで、うどん食いたいですって言って。へぇー。面白いね。おごってほしそうな顔してたから。気づいた、統計内も出てる。じゃあ写真見せて。いや、あ、それで写真あるんですか？はい。うわ、あ、これ中学の時です、中学。これは、え、なにこれ、ジュノンボーイ感ありますね。ちょっとあるわ。これ中学結構モテたっしょ、これ。いや、なんか中性的だね。中学の時、クラスメイトが19人。え、
で女子が13人だったかな。お男で残り6人だったんだ。で幼稚園からもずっと一緒だったからモテるとかなかったんですよ。だからいい笑顔してるもんこの子。いや笑顔してるでしょ。いやもう今は東京に泊まり、いやいや芸能界をしてしまえ。今もう作られた笑顔だもん。作られた笑顔ってやめろよ。もう一個は、もう一個これ高校、これあんま変わんないんですよ。でもあんま変わんないけど、めっちゃでもなんか正統派の、本当ですか、で柔らかい感じの、一時期このジュノンボーイの感じが増え始めた時期のやつやな。ジュノンの何をしてるんですか。ちなみにジュノンボーイ出ました。オーディション一時で落ちたって感じですね、僕は。はい、って感じです。じゃあ次回予告言って。次回予告、伊坂井久美が脱ぎます。おはい、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ももこさんからのリクエスト、ストレス発散方法がお金を使うことで正直困っているので、おすすめのストレス発散方法を教えてください。クミ、家でパッペッピーってやったらもう楽しい気分になる。緊張迷惑くるわ。